今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日はニンニク増し増し羽根付き餃子、日本ハムのやつ半額で100円ちょっとだったんですけれども、ニンニク増し増し興味あってちょっと買ってみましたと。こんな、漬けだれとかついてますが、で蓋をしなくても、いけるっていう、あの6分でいけまるということで、でニンニク入りの羽根、これにもニンニクが入ってるということなんですね。そりゃなんかニンニク香りそうで、これはいい感じですよ。ちょっとね、強火すぎたかもしれんなと思ったんですよ、これが。ほんで、やっぱり焦げ取りました。焦げ焦げやんけって。でご飯はうまいこと炊けてるんですけども、これ焦げを取ろうと思ったんですけども、こべりついて、あれ羽のせいでしょうね。もうそのもう取れないんで、そのまま行きましたら苦い。これちょっといけません。なのでちょっとこれ体に悪そうなので、焦げた部分はちょっと置いといて、上の部分だけを食べたんですが、でちょっと後日ですね、これ半分だけこれやって、あと残りの半分、12個入りなんで、あと6個、残りを、もうちょっと弱火で、結構な弱火ですね、弱火で焼いて食べたら、これは大成功でうまかったんですが、それ動画撮ってないというね、非常に痛恨のミスをいたしました。中火って書いてあるんですけど、中火って結構なこと弱火でないとダメなんでしょうね。でもなんか蓋もせずにですね、美味しい、餃子が、いただける。しかも羽根付き、これでもあれですね、半分ずつじゃなくて、12個いっぺんに焼いて、羽根付きのやつドーって全部入れないとダメなんでしょうね、ほんまはね、羽根をつけようと思うと。でこれニンニクがすっごい、やっぱりニンニクの味すごいんですよね。まあ、あくる日匂いするんかなと思ったんですけど、まあ、そんなに、まあ、一人でしかいないので、匂いしてるのかしてないのかそれはわからないんですけども、そんなに匂いは残るイメージはないんですけれども、ニンニクの味がガツッとして、久々にニンニク餃子食べたって感じがいたしました。ニンニク好きの人には、思いっきりハマるんじゃないでしょうかね。ということで、ニンニクマシマシ餃子でございました。日本ハムさんでございます。あ、プレスコで買いに行きました。ということで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいまして。それではまた明日です。ありがとうございます。